こんにちは、スイカです。では、早速、抽選パパート10に決めていきます。今回使うポケモンは、こいつだ！くぬき玉、はねっこ、トランセル、バネ、やばくね、これ。はい、ナッツンさん、対戦よろしくお願いします。ドランか、まあ、ドランはまだなんとか対処できる範囲ではあるな。あとはそうですね、ちょっとキューコンとかでなんか絶対レールとかで崩されるのが一番嫌ですね。まあそれさえ目つぶってしまえば、あとはあとのポケモンはなんとかなるかなって言ったような感じですね。これはなかなか結構好感が持てるパーティーですね。ブイズとかキューコンとかピカチュウがね、女の子なんで、そこがもう加点対象ですね。まあとりあえずなんですけれども、まあこちらはちょっとね、あまりにもパーティーがひどすぎるんで、受け気味志向の選出で、まあ、いけるんが望ましいんじゃないかなと、そういう風に考えております。で、多分、ね、先発はですね、くぬぎ玉が非常にめんどくさいんじゃないかなと、まあ、あいつさんは思ってるんで、ここバネブーから入ります。くぬぎ玉は今回出しません。で、あとはピクシー行って、で、ちょっと日本バレされたら、日本バレして、ちょっとヒードランとか、リーフィアが動きやすくなってしまいますけれども、他に出すポケモンがいないんで、羽根っこで。まあ、こんな感じで行きましょうか。はい、対戦よろしくお願いします。そして皆さんお気づきでしょうか？僕の声のトーンが結構控えめなことに。いや、実はですね、今実家で実況しなくて、ホテルの宿泊先で、ホテルの宿泊先って、頭悪いな、なんか頭痛が痛いみたいな感じの喋り方してな、さっき。ホテル先で実況しておりまして、ちょっとね、隣の部屋の人に、迷惑かけてしまったら、追い出されてしまうっていう可能性が、まあ、なくはないんで、それは非常に、やってはいけない行為なんじゃないかなと、ちょっと考えてますんで、今回はっていうか、まあ、しばらく、控えめな実況となります。とは言うても、動画のコメント欄では、お前、うっせんじゃボケ、もっと静かに実況しろや、かすーってね、そういう、ちょっとね、血の涙もないコメントが結構寄せられてきたんで、まあ、これで、そういう方たちの需要っていうのが見込めてるんで、まあ、これでいいんじゃないかなと、まあ、僕は思っているんですけども、どうですかね。あいつさん、服装のピカチュウで、左上のポケモンがピカチュウもなかなかいいですね。やっぱ、この辺のレート帯の人って愛でポケモンをカバーしてくるところが、僕はすごく好感が持てます。ここ守るからあります。うん。オーロラベルのターンも稼げるんで、それがなかなかありなんじゃないですかね。で、バレーブって特性熱い脂肪なんで、まあ、吹雪も、まあ、半減で抑えられるんで、そこもなかなか強いポケモンでもございますね。ちょっとなんか闇の技が見えちゃいましたけれども、それはね、無視しよう。ここは最高ウェーブで。最高ウェーブの効果、ナイトヘッドみたいな感じなんですけど、ナイトヘッドと違って、ちょっと不規則な技でして、レベルかける 0.5 かける 1.5 でダメージ与えるっていう感じで。なので、この場合、バネブは、レベル50なんで、25ダメージから最大75ダメージまで与えることができるっていう、そういう感じでございます。ちょっとここ守る読まれそうなんで、ここ最高ウェーブ連打でいきます。ピッカー！ちょっと今回のピカチュウの声も控えめにいきますよ。いや、ちょっと今回運悪いな。なかなか運が悪い。いやー、ちょっとこれはね、ピカチュウも結構耐久のあるポケモンなんでね、これはなかなか処理がめんどくさいですね。いやー、まあ一応キューコンに対しても結構ダメージ与えることできたんで、まあ遠い目で見たらなかなか、長い目で見たら、まあなんとかなり得るポケモンではあるんですけど、なかなかしんどいなぁ。まあ、最高エムでいいかな、ここは。ボルテッカーなんで、じゃないの、ここ。あ？マジ？耐えてんけど。唐突にピカゼット来て、面白いねんけど。笑うわ。さすがに笑うわ。唐突ピカゼットは笑うわ、これ。まあ、ここはもう、バネブ切りでいいんじゃないですか。電光石火か。何かしら適当な攻撃が飛んでくると思うんで、まあ、これでいいと思います。マジか。じゃ、耐えんのかよ。お前、ちょっと待って。びっくりするやんけ、お前。嘘やろ。弱っ。電気弾持ってなかったピカチュウ弱っ。ちょっと待って。びっくりするわ、さすがに。これはちょっとね、草を禁じ得ない。さすがにびっくりしましたね、これは。まあ、皆さん、ピカチュウの扱い方には、まあ、注意しましょうというお話でしたね、これね。いやー、フェイントで普通に耐えると思わんかったな。10ダメージかよ。びっくりするわ。あ、結構引っ込めるんだ、ここ。粗いダメージで落としていくっていうような感じっぽいですね、これ。ヒードラン来ちゃうかー。ヒードラン来ちゃう、これね、一応ヒードランね、これ吠えるなかったらなんとかなるっちゃなるんですけど、
持ち物次第ですね、これね。まあ、ただね、この辺のレッドダルヒードランなんで、まあ、ワンチャン、ちょっと面白い方のヒードランの可能性もなくはないんで、多分そっちにかけるんが、賢明な判断な気がするな。ちょっとここね、あられが、続いてるんで、いやー、どうやろうな。ヒードランの耐久がどれぐらい、火力がどれぐらいあるかによってだいぶ変わるな。いや、羽根っこが当たろうかな。羽根っこ行きます。日本バレから行きます。まあ、あぶねえ。あぶねえ。マグストア、あぶねえ。ちょっと待って、これ。これ逆に相手にバクのアドンゴを稼いでしまったな。ちょっと待ってよ、これ。これちょっと呼ばなあかんな。オーラベルここなくなる、オッケー。アイスさんこれ持ち物確定しましたね。ここは置き土産で退場していきます。ちょ、これ戦い方としまして、アイスさんこれヒードラン、結構ちょっとしんどいんで、多分アタッカーのヒードランなんじゃないかな、これな。鋼 Z とか、この瞬間ピカチュウ Z があるんで、切ることはできたんですけど、まあちょっとそれ以外で見たらなかなかしんどいところがありますね。まあここは相手は、このピクシーに対して有効でと見込むのか、それとも、ここ一回引いてくるのかっていうのが非常に、ちょっとポイントとなってくるんですよね。理由としては、日本バレって月の光、実は回復量4分の3になるんですよ。で、アラリになっちゃうと、月の光が確か3分の1か、4分の1ぐらいに下がってしまうんで、ここで相手は交代してくる可能性が結構高いんですよね。まあ、なので、ここ火力全然期待しないけど、無法します。いやー、毒ダメ込みどっちひんかな、これ。これ、毒ダメ込みで落ちなかったら正直負けです。まあ、ラスターカノン持ってなかったら、まあ、勝てなくもないんかな、って言ったような。結構、曖昧なところなんですけど、あ、いけましたね、これ。よし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 。これで絶対レイドの負け筋は負けたんってなくなったんで、こっからはもうちょっと気合で、なんとかドラムを乗り越えるしかなさそうですね。まあ、ここはもう頑張るしかないわ、もう。ちょっとアラレターンがなかなかでかい。さあ、ドランとの一騎打ち対決。圧倒的に、これ不利やけど。いや、ちょっと、僕のパーティー、本当に鋼タイプがね、重すぎて、どうしようもならん。うわぁ、持ってるかぁ。どれぐらい早いの、ラスターかの。強っ。コゴさん、対戦、よろしくお願いします。これ、リングマ珍しいですね。ただ、リングマもね、これ舐めてしまったら、これね、もうまた手に負えないぐらいに、どうしようもないんで、ミミッキからのトリル展開が、非常に警戒すべき点でもあるんで、そこを大事にしていきましょう。まずは、トランセルからいきます。トランセルから行って、ピクシー出しまして、最後に、クヌギ玉でいっか。クヌギ玉で、こんな感じでいきましょうか。いや、ちょっと僕ね、今、ちょっと免許合宿で行くっていうのを多分1試合目で言ったと思うんですけど、教習所って僕免許合宿って、地方ってもうドキュンばっかりで、ワー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 騒いでるようなイメージが僕の中ではあったんですよ。でもなんか僕の通ってる教習所先がですね、たまたま入校式で、まあ、入校式って言っても僕、ちょっと、大雪で電車で行けなかったんで、後々での参加だったんですけど、入校で、参加した人の、ほぼほぼ全員かな、全員がですね、女の方でして、女性でしかも JD でさ、それでちょっとどうなるんかなって思ってたんですけど、どうすりゃいいんやろこれね、ちょっと言葉が詰まってしまうわ。ほんまに。いや俺、教習先ってもうドキュンばっかりやと思ったのに、まさかなんかちょっと大人びてる JD ばっかりでさ、もうどう対応したらいいのかわからない。そしてたまたま電気 Z 通りましたね。これどれくらい入んの今ナチュラルにさ、喋ってる裏から決まっていってるけど、弱っ嘘でしょ、お前嘘やろ、お前な弱点放棄だったどうしようもねどうするん、これなんかこのポケモン手に負えへんねんけど何それまあいいや、くぬぎ玉でなんとかなるやろ。やめえや、そういうの。いや、そう、ちょっとホテルでさ、ちょっと大声で叫んだらさ、追い出されてるしまうかもしれへんから、そういうのマジやめてくれ、もう。ビビるからさ、まあ、大文字、オッケーオッケーオッケー。焼けなければ問題ないから。いや、でも弱歩宿なんて面白いですね。結構、趣がある。オッケー。で、これで木の実ジュースで回復しつつ、で、ドクドクも、これ当たったら、もうこれ多分、ヤドランはほぼほぼ確定で落とせる。オッケーオッケーオッケー、落とせると思います。やっぱレベル1マツボックリ強いな、これな。
もうちょっとトランスにはびっくりしたけどね、確定何発やれ。相手にもドヤ顔で完全も弱点保険余裕で発動するやろみたいなさ、そういう見込みで普通に決まってしまいましたね。あいつさんね、あいつさん多分鼻が高いでしょうね今。ああ、これはあいつさん切り替えてきましたね。もう熱湯でやけど引いていくっていう、もう悪いけどここ僕あの運が最近いいからここくぐり抜けていかしてもらうで。オッケー。あ、いい感じやな。まあ、多分これでも、やけどしてしまったとしても、多分もう、ジャドランはほぼほぼ確定で落ちると思うんで、まあ、これはもう問題なしっていうような感じですね。別にミミックにも、多分痛み焼け、化けの皮、貫通して決まると思うんで、まあ、そこもなかなか、まあ、優秀なんじゃないかなと、僕は思いますね。リングマンも、こいつに関してもさ、これ毒毒持ってるから、これもさ、多分決まっちゃうと思うよ。うん。普通に決まると思うわ。やけどか。やけどでもさ、普通に決まると思うわ。こいつ何すんやろね。全然わからんけど、痛み分けで。身代わりとか持ってるんかな。まあ、それやったらそれで、多分首を絞める結果になってしまうと思うから、相手くぬき玉に積んでないか。で、話戻っちゃうんですけど、その、教習所先で、まあ、あいつ、もう追加効果にかけてるもん。教習所先で、もうラノベ主人公みたいに、男の子が誰もいない環境で、2週間耐え抜く方法を誰か教えてください。というお話でした。はい。やばなんか、2ちゃんとか見てるとさ、なんかあの、一人で教習所行ったら、もう首を絞めるような結果だって、ワロタとかね、そういう風なタイトルが非常にあったんですけど、ようやくね、あいつさん賢いですね。ようやくその人の気持ちが分かった、俺も。もうその気持ちが分かりましたね、もう。てか、もうこれは賢いわ。うん。まあ、とは言うても、もうこれ、くぬぎ玉十分なぐらい、これ仕事したんで、まあ、これはうまいこと決まったような結果となりそうですね。オッケー。で、多分あの、リングマって素早さが結構遅いポケモンなんで、まあ、どっちにしようか一時交換、まあ、狙えるんで、まあ、ここはもう痛み分け連打で、全然やるやんけ、お前。くぬぎ玉強い。で、ちなみにちょっとね、僕、ホテル先の宿泊先がですね、非常に回線が悪くて、今のところ2回切断してしまったんですけど、ウルトラサンムーンの切断サバって、切断何回してしまったら、そっちに入ってしまうのか、ちょっと心優しい方教えていただけると嬉しいです。多分僕、この辺のレート帯でさ、切断サバ入ってしまったら、誰も当たらない気がするんですけど、いや、これね、ちょっとね、教えてほしいです、本当に。ちょっと心優しい方教えてください。でね、ちょっとね、勝ち格の、あ、これあえて切断したやろってね、ちょっとさらそうかなと思ったらね、自分の方の回線エラーになっててね、もう気まずかったわ、もう、まあ、ここ瞑想で。まあ、一応、ピクシー今回はさっきも見たと思いますけれども、悪気の実でも、起点にしていくっていうような方です。ただ、ヤドラに対しても毒々入ってるんで、まあ、別に敵でも何でもないかな、といった感じですね。別にピクシー特製マジックガードなんで、まあ、ヤキドダの、まあなんか毒毒だの入れられても、まあ大したことはないよって言ったような、そんな感じですね。あと、対戦が長引いてしまうと、回線エラーになるリスクが非常に高まるからやめてくれへんかな。まあ結構ピクシー、ほんとはお前が救世主やぞ、ほんまにな。いやーほんとにね、大文字、もう、いいね、運が。最近ないんかな。それとあいつ追加効果をかけていってるっていうような感じでしょうか。ちょっとわからないですけど、これあいつはもう、降参者じゃないですか、もう。もうま、うまい感じにくぬぎ玉が場を荒らしてくれましたね。おー。てか、ヤドランって、これ完全に黒く塗ったら、クマモンやん。最近クマモンって、熊本の人って全然好き好んでないんでしょ。なんか最近海外というか県外に出張しまくってるから、なんか熊本のゆるキャラ感が全然ないやんけ、みたいな。そういう声が非常に高まってるんですけど、まあ、正直ゆるキャラって人気になったら、なんか調子に乗って、県外とか行っちゃいますよね。まあ、僕みたいに実況動画界でも、まあ、人気が出始めたら、今日調子乗って、県外とか住んでる地域のなんか繁華街のあたりで、まあ、生きてオフ会を開くと。で、大体それで、まあ、参加者ゼロ人で、まあ、やけくそになってオリジナルメニューを作るみたいなね。そんなことするかもしれへんな。まあ、ということで皆さんお知らせです。おそらくですけれども3月ぐらいに東京でオフ会します。はい、まあ、僕もね、ちょっと生きりオタクなんでね。やっぱ人気になったら知名度を深く広げるためにね、そういうような行為にね、出たくなってしまうんで、オタクなんで。まあ、ここは、どうしよっかな、これね、ムーンコースから行くか。一応ね、ピクシー今回 HB 特化なんで、まあ、多分ミミッキーもなんかタイマンで勝てると思うねんけどな。
はい。まあ、この辺でマジ回線切れんだよ。ほんまなら笑えへんから。おー。オッケーオッケーオッケー。ポキッ。声が出ない。え、月の光で。いや、月の光で BB ちょっと増やしてもよかったな。まあ、耳かすジェットもね、多分これ耐えると思うんで、大丈夫です。はい。え？